中村正直から1891年6月7日は、明治時代の日本の啓蒙思想家、教育者、文学博士、英学塾、導入者の創立者で、東京女子主犯学校設立、東京大学文学部教授、女子高等師犯学校長を歴任した。通称、慶太郎。字は啓介、号は吉高、革命、青霧山。先例名はジョン。 江戸麻布の幕府同心の中村武兵の長男として生まれる。幼名は、千太郎、一馬萌門から四章を学び、石川五道の門人となり、筆法を治める。1846年、築地の伊部香里山の塾で漢学を学び、翌年、桂川補修から、乱学の指南を受ける。1848年、昌平坂学文書の寄宿寮に入る。 佐藤一歳に儒学を見つくり敬語に英語を習った。1855年に教授。1856年に幸福期転換の学頭となる。1862年に幕府のご養殖者となる。慶応2年11月1日英国留学のため出発の途中上海にて。後列向きって右より、富山捨て八、林桃三郎、福沢栄之助。 杉徳三郎、奥川一郎、安井新八郎、岩佐源次、前列向きって右より、市川清三郎、三栗慶吾、成瀬城五郎、中村圭介、レベレンドウィリアム、ロイド、川地太郎、伊藤昌之助。最前列三作り第六。1866年、川地博士堂と共に、幕府のイギリス留学生監督として、 富山捨て八島の留学生12名を引き連れて都営へ。10月26日横浜を出発し、翌年の元旦にロンドン到着。1868年6月幕府が会のため帰国。1868年8月静岡市、大岩町の臨在寺に家を借りる。その後に汎用式の家、無所総裁を建てて、そちらに移る。 1868年9月静岡学問所の教授となる。この時同じく静岡学問所の教授であったエドワード・ウォーレン・クラーク、宣教師に感化され、彼の生涯の友となった。教授時代の1870年11月9日に、サミュエル・スマイルズのセルフ・ヘルプを最後クリ編の放題で出版し100万部以上を売り上げ、福沢諭吉学問のす,すめと並ぶ、 大ベストロングセラーとなった。序文にある、ヘブンヘルプスゾーズ風ヘルプゼムセルブスを、天は自ら助くるものを助くと訳したのも彼である。ジョン・スチュアート・ミル、オン・リバティを自由の理で訳し、最大多数の最大幸福という功理主義思想を主張し、個人の人格の尊厳や個性と自由の重要性を強調した。この自由の理には、 エドワード・ウォーレン・クラークにより書かれた序文も付けられている。1872年6月大倉賞、翻訳局長に任じられ、後に帝国学士会員、東京大学教授となる、女子教育、盲話教育にも尽力。1873年3月大倉賞、退官後に小石川の指定に導入者を解説、この私塾で英学を教えた。導入者は、 三田の慶応義塾及び近藤誠の攻撃者と並ぶ三大義塾と称された。また、1873年、国内における学術団体の講師とされる名六社の設立に参加、福沢幸吉、森有則、青州、加藤弘之らと共に主要メンバーとして、啓蒙思想の普及に努め、機関し、名六雑誌の執筆を行う。 1874年1月4日、横浜ユニオンチャーチで、ジョージ・コクラン宣教師の説教を聞く。それがきっかけで、コクランを導入者に迎え入れる。1874年12月25日用紙の、カズヨシと共に、コクランから洗礼を受け、カナダメソジスト教会の日本人最初の信徒になる。洗礼名は、ジョンで、中村・ボスノール・ジョンと呼ばれた。 1890年9月29日、貴族院直選議員に任じられ、死去するまで在任した。1891年死去。万58歳。6大教育家のうちの3名のクリスチャンのうちの1人。講和会会員。ありがとうございます。